国立公衆衛生院は2002年に改組、廃止された日本の公衆衛生の向上を目的とした調査研究機関であった。公衆衛生院の建物及び設備はアメリカロックフェラー財団から日本政府への寄贈である。援助額は当時のお金で総額354万ドル。世界保健機関は国立公衆衛生院をスクール・オブ・パブリック・ヘルスとして紹介している。 2002年4月1日付で組織が改組され、国立感染症研究所の一部などとともに、国立保健医療科学院となり、多局分散型国土形成促進法により現在は、埼玉県和光市に移転している。旧建物は文化財的価値から保存され、床市の森として2018年にオープンした。日本の公衆衛生の改善と向上のため、 公衆衛生に携わる技術者の養成、訓練を行うとともに、公衆衛生に関する調査研究機関として設置された。東京都港区白金台4-6-1国立公衆衛生委員創立30周年記念誌による建築家内田昭造により設計され、1938年に竣工した旧国立公衆衛生委員の建築様式には、 ゴシックの特徴が取り入れられ、城壁のような構想の作りである。白金台の高台に位置し、建物の高さと合わせ、広範囲から視認することができた。昭和57年、日本建築学会によって、典型的な近代建築として選定され、保存に努めるよう要請されている。敷地、建築物は2007年6月に、用途廃止となり閉鎖されているが、 2009年3月に、港区虎の門3丁目の旧、港区立ともえ小学校敷地と交換され、港区所有となっている。港区は2018年に、港区立共同歴史館、在宅館分けや支援センター、子育て関連施設、区民共同スペース、防災関連施設、自転車等駐車場といった複合施設、床市の森として整備した。 そのゴミな特殊定文化財となる予定。設計者、内田正造は、麻布郊外町の自定から見える、この建物を気に入っていたとの記録がある。また、内田正造設計の東京大学医科学研究所と隣接している。ありがとうございます。